どうもー影山です。今日はですね、えー、続けるだけということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、僕はですね、今こういろいろとね、いろいろというかそのいくつかね、えー、続けていることがあるんですけれども、えー、その続けていることがあるっていうのはその大まかでは大まかというかその自分のやりたい目的であったりとか目標っていうものが。えー しっかりとその定まっているという状態なんでそ,のそれを続けているということですね。で今はもうそれが習慣になってるんでそこの続けるっていうことがあのなんかそのしんどかったりとかそういうことっていうのは基本的にはないとたまにあ邪魔くさいなって思うこともないことはないんですけども、えー、どういうんですかねそ,のそこに あの続けることに対してですねその感情というのは、うん、ほとんど、えー、ないということですねその辛いとか、えー、しんどいとか邪魔くさいとかね、えー、そういう感情っていうのはちょっと邪魔くさいって思う時はないこともないんですけど基本的にそこに感情は動かないですね絶対にやると。 辞めるという選択肢は自分の中にはないという状態ですね。本で、えー、何があるかと続けることによって何があるかというと、えー、発見があるんですね。その何かその気づきであったり発見みたいなもんがこう続けている中であるんですよね。でそれをえー発見していくためにやってるわけではないですけども、その発見してその気づきがあってっていうのを。 結局繰り返していくんですよねそれを繰り返し繰り返し続けていくという状態ですねでこれからももちろんその続けていくということですねだからなんていうんですかねその。 自分がこうやっていくその目標目的のためにですね進むためにですね、えー、毎日1ミリずつこう、えー、そっち側へ近づけていくという風な活動をしているとそれもねその1ミリずつ近づけようとこう必死になってやってるっていうことでもなくてですねその習慣になってるんでそ,のそれをやることがもう言うたら歯磨きのような感じで、えー、やって いる状態ですねで。そういう状態になってそこに、えー、発見があると気づきがあるという状態ですねそれを繰り返していくということですね。うん、であのー、たまにそのちょっと喜びみたいなものがその発見の喜びみたいなものを味わえることもありますね。で そこはそのある程度淡々とというかその訓練であったりとかいうことは、えー、もう当たり前のようにやるとでそうやることによってその、えー 目標は達成できるんですけどまあまあその達成も何もそのままずっと続けていくんですけどね、えー、そういう状態ですねまあ続けるだけということですねということで今日は、えー、続けるだけということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます